まあどういった構造になっていて、どういう筋肉があるのか。まあ詳しい人多いですよね、PT は。でも、結合組織、学校教育で詳しくやっているっていう方は少ないと思います。例えば、結合組織には、密性結合組織と、はい、今日はですね、関節可動域訓練でこんな間違いしていませんかっていう話をやっていきたいと思います。はじめにこの動画はあくまでも試験ですので、ご了承ください。というわけで今日はですね、関節可動域訓練なんですけれども、 まあ関節可動域訓練は PT であれば誰しもが行ったことがあると思いますでもあまりにも一般的なため気づかずに間違った方法でやっている方もいらっしゃいます下手すると逆効果みたいなことにもなりかねませんでこの動画を見てくださってる皆さんは PT 理学療法士が多いと思いますが関節可動域訓練については基本的なことだからそんな難しくないよねとか関節可動域訓練はまあやった方がいいでしょとか学生の頃からしっかり しっかりと勉強してるから大丈夫って思ってる方いらっしゃるかもしれません確かに関節可動域訓練は PT の中ではかなり一般的ですよねでもだからこそ誤った方法を行って逆効果になってしまうことや あまり注意深く実施していないために起こってしまう間違いが生じやすいと思いますで今回は間違いやすいポイントを3つにまとめて紹介しますこの3つを知っておくだけでも逆効果になることを防いだり効果的に行うことができるようになると思いますもちろん患者様は多種多様な症状を呈すのでこれで完璧っていうことはないですがそれでも視点を広げてみるっていうのは 大事なことだとだ思いますで僕自身はですね回復期に10年近く勤めている PT で脳卒中の方のリハビリにもたくさん携わらせていただきましたそんな中で学んできた経験から特に重要だと思うもの3つにまとめて紹介していきたいと思います今回の動画の他にもですね脳卒中のリハビリにまつわる臨床的な話していますよかったらチャンネル登録をお願いいたします概要欄の方にもおすすめの動画等を貼っておくのでよかったらご覧いただければと思います では、早速、本題に入りますが、関節可動域訓練でこんな間違いしていませんか一つ目、関節の構造を理解していないです。いや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 と。<laughs> そんな当たり前のこと言うなよって。そんなの知ってるよって思われる方、多いと思いますが、ちょっとだけお時間ください。皆さんね、関節の構造については学校でしっかり勉強していると思います。僕もやりました。関節の構造ね。例えば、関節等と関節下の関係とか、 膝のスクリューホーーホムムーブメントとか、まあ、どういった構造になっていてどういう筋肉があるのかは、まあ、詳しい人多いですよね PT はね、まあ、この辺はしっかり勉強しますよねでもでは結合組織に関してはどうでしょうか結合組織って学校教育で詳しくやっているっていう方は結構少ないと思います例えば 結合組織には、密性結合組織と蘇生結合組織っていうのがあります。関節には関節筋っていうものがある関節もあります。今回はそこを、まあ、そこまで含まされるようにしませんが、例えばそういった構造を理解して動かしているかというと、ちょっと疑問が残りますよね。関節には。 まあ、もちろん骨と筋肉ありますが結合組織も関わっているのでそこの知識があまりないっていうのはちょっと疑問ですよね、まあ、この辺の結合組織の話は概要欄の方に動画貼っておきますのでよかったらそちら見ていただければと思いますでまずは関節の構造を理解してそれを取り巻く結合組織についての理解を深めていくとより効果的な関節可動域訓練ができるようになると僕は思いますで2つ目 二つ目はですね、これ参考可動域以下だから問題としてしまうです。まあ、こんなふうに考えている人は少ないと思いますが、一応説明します。参考可動域っていうのはあくまでも整形外科学会が出しているその関節の可動域の目安ですよね。で、その可動域がなければ異常であるという指標ではありません。 これを勘違いしてしまっている学生は非常に多いですよね。まあ、たまに臨床にも言いますけれども、例えば、この肩関節、屈曲が180度いない、いかないから異常。肩の可動域訓練をやらないといけないみたいになってしまうと、みんな肩の可動域訓練やりまくらなきゃいけないことになっちゃいますよね。それは違うよねって話です。180度いかない人いっぱいいます。肩のね、屈曲。僕も正直いかないです。180度はね。 ね、でもそれが異常だってしてしまうのはおかしいよねって話です。あとは例えばたまに側関節の可動域制限があるから可動域訓練をしっかりとお願いしますって、まあ、担当の人から申し送られることあるんですが実際確かに制限はあっても背屈15度曲がりましたと。で参考可動域には確かに到達していないものの15度あるのであれば 他の介入ををししてていいいった方がいいかなななと思思ううう可動域訓練をそこままで重点的にすす。る必要はどうなんだろうなって思いますもちろんこれは疾患の特性とか患者さんによって違いますけれどもここはね参考可動域ないから問題としてしまうのはどうなんだろうって疑問に思うことは大事だと思いますであとはですねシンプルに参考可動域以下だから問題ってしてしまうのが問題でなぜその可動域の まあその関節の可動域制限がなんで問題になってるのか動作から見てもいいし今後のその方の生活から見てもいいしもっと広い視野でねもっともっと広い視野で見る必要がありますよね参考可動域いってないから問題だからそこを介入しますまあこれだとちょっとねあの問題がありますよねうんだからもっと広い視野で見ていく必要があるっていうことです で最後3つ目ですね。3つ目は脳卒中肩まひの方に積極的な RM をする。脳卒中肩まひの方の肩です。肩に積極的な RM をするですで。これはもちろんケースバイケースなんですけれども、脳卒中肩まひの方の肩っていうのは、腱板損傷をしている可能性がかなり多いとされています。さらに、 70歳以上の高齢者これは脳卒中じゃない方ですね70歳以上の高齢者の30%が鍵板損傷を起こしているというふうなデータもあったりします、まあ、それくらい肩はデリケートな関節ってことですよねでも脳卒中肩まひの方に対して肩の可動域訓練をゴリゴリやったりするじゃないですかあれはしっかりと評価してやらないとかなり危険ですよね本当にこれはもちろんケースバイケースで個人によって違いますが 歯間性の麻痺の場合 PT のこの可動域訓練によって肩の痛みが増強するっていうケースも多くあるのでここはね本当に注意が必要になってきますはいでは最後まとめます関節可動域訓練でこんな間違いしていませんか1つ目関節の構造を理解していない2つ目参考可動域以下だから問題3つ目脳卒中肩麻痺の肩に 積極的な RM でしたまあ、今回紹介したことを考えてみるだけでも関節可動域訓練を実施する際に役に立つのではないかなと僕は思いますで最後にですね僕の思いとしては僕自身ですね関節可動域訓練は臨床の中でもよく行いますでも臨床に出てて感じるのは なんとなく可動域訓練とか、なんとなくストレッチ、なんとなくマッサージしている理学療法士って、まあ、結構多いなって思うんですよね。本当にそのベッドに寝かせて関節可動域訓練やらなきゃいけない人なのか、その必要性が本当に高いのか、他にもっと大事なことがあるんじゃないのかっていうのは、しっかりと考えていかないといけないんじゃないかなと僕は思います。やっぱり なんとなくね硬いから柔らかくするとかなんとなくこの関節動きにくいから関節動かすっていうのはそれはリハビテーションなのかなっていう疑問が生じてしまいますね僕の場合は正直だからそこはやっぱりしっかり評価に基づいてとかねその患者さんにとって必要,必要なことは何なのかとかっていうことをちゃんと考えていかないと無意味な介入になってしまう可能性がありますよねはい。 これからもですね、僕自身、臨床の中で精進していきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。では、失礼いたします。